チューリップショー2024まさかの立冬滞在勝負度マックスの期待は。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のヤギューでございます。本日は5分でわかる外球データヒントいたしまして、チューリップショー2024チェックしていきたいと思います。なおですね、今回もチューリップショー有力馬解説ということでございましてですね、2分延長でよろしくお願いいたします。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、チューリップ賞出走有力馬の確認ということでございましてですね、桜花賞に向けてのですね、重要なステップとなりますのでね、こちら皆さんと一緒に確認していきたいと思います。そして2つ目、過去のチューリップ賞外形傾向を学ぶということでございましてですね、まあ、過去5年間チューリップ賞の傾向をね、皆さんと確認していきたいと思います。そして3つ目、今年のチューリップ賞はどんな馬を狙うということでございましてですね、過去の傾向から今年狙っておくべきか外形馬のポイントを押さえていきたいと思います。なおですね、今回の動画でまとめましたデータ該当に関しましてですね、週末出走馬が確定いたしましたら、レース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。さあ、それではですね、順番に見ていきたいと思うんですけれども、まずはガルサブランカでございます。新馬戦はですね、8月の新潟でございましてですね、マイル戦を3番手から上がり最速の 32.8 秒の足で勝利しております。次戦はですね、ベゴニア賞に向かいましてですね、オーサムストロークの2着。ただですね、勝ち馬のオーサムストロークも、3着馬のカフェグランデも、その後がね、ちょっと微妙な内容でございます。ただにね、成長がないと能力的には怪しいのかなという感じがします。そこでですね、まあ、追い切りを確認しますだけれども、1周前がですね、立冬のコースを一般に 85.3 秒、しまいは 11.5 秒という感じでございます。馬なりのですね、まあ、コバ2勝前にですね、追走を遅れという形でございましてですね、ちょっとね、目立たないかなという感じがしております。そしてこちら、スイープフィートでございます。新馬戦はですね、小倉 1200m 先行して3着、スピード力がね、かなりある馬なんですけれども、次戦ね、距離をね、マイルに伸ばして勝利しております。まあ、その際はですね、足を溜めて、上がりはですね、最速での差し切りでございました。続く白菊賞でもですね、上がり最速 33.1 秒マークするも、わずかの差でですね、2着という形になっております。そして挑んだですね、阪神ジュベナルフィリーズなんですけれども、こちらもですね、後方から詰めての7着って感じでございました。まあ、明けね、3歳でですね、まあ、初戦、エルフィンステークスに参戦して先行競馬で2着しておりますけれども、これね、あの勝ち馬がね、ライトバックという馬でございましてですね、この馬非常に強い競馬をしておりました。まあ、今回ですね、賞金加算か、まあ、権利取り必須ということになりましてですね、武豊騎手が手綱を取ります。一周前ですね、武豊騎手が騎乗しましてですね、立冬反論、馬なり 53.6 秒、しまい 11.9 秒という形でございましてですね、一般に攻めた相手にですね、追走先着ということでございまして、仕上がりに関しては順調かなという感じがします。そしてこちら、スティルブルーでございます。新馬戦はですね、8月の新潟マイル戦でございましてですね、後方で足を溜めて 32.9 秒と上がり最速で差し切りました。続くアルテミスステークスでは先行競馬で3着に競争しましてですね、まあ、ただし3歳初戦のフェアリーステークスでは1番人気も4着に敗れております。騎乗したルメール騎手はですね、普通のペースで位置取りが後ろになってしまったというふうに話しております。展開次第でね、巻き返しもありそうな馬かなというふうに思うんですけれども、1周前ではですね、丸山騎手が騎乗しまして、立冬のコースを馬なりに 85.6 秒、ラストはですね 11.7 秒という形になっております。立冬滞在でね、勝負度は高そうかなと思いますので、ちょっとね、侮らない方がいいんじゃないかなという感じがします。そしてこちら、タガノエルビーダでございます。新馬戦はですね、京都マイル戦でこれを先行して上がり最速の 33.5 秒で勝利しました。次戦はですね、阪神ジュベナルフィリーズを除外でですね、朝日杯フューチュリステークスにスライド参戦したんですけれども、これ、ボバ相手にですね、先行して3着に構想しております。2着ね、エコロバルツとは首差でございましたし、まあ、勝ち馬でね、ジャンタルマンタルもですね、共同通信杯で2着の能力を示しております。まあ、ここでもね、上位クラスと能力的には測れるかなという感じがします。段の騎手がですね、中間も調整しておりましたけれども、1周前にはルメートル騎手がですね、騎乗しましてですね、立冬反論馬なりに 52.8 秒、しまい 12.5 秒という形でございました。自己ベストに近い内容でございましてですね、仕上がりはかなりいいんじゃないかなという感じがします。そしてこちら、ミヤビーリスマジックでございます。デビューからですね、2連勝でございましてですね、まあ、共に中山マイル戦を勝利しての参戦でございます。位置をですね、取りながらも堅実に足を使うタイプでですね、まあ、初戦は上がり3位も、2戦目はですね、上がり 34.2 秒で上がり1位の足を使っております。前走のね、菜の花賞では騎乗した田辺騎手がですね、まあ、直線で寄られながらも盛り返したように、メンタルが強くてね、将来が楽しみな馬というふうに話しております。一周前はその田辺騎手が騎乗してですね、日本のコースを馬なり 67.0 秒、しまい 11.5 秒という感じでございましてですね、まあ、まだ軽めの調整かなという感じがします。さあ、それではですね、過去5年間チューリップ賞の傾向を見ていきたいと思います。まずは2019年チューリップ賞でございます。1着はダノンファンタジー、2着はシキルピンクダイ、3着はノーブルスコアでございました。今年は3頭すべて外球仕上げとなっております。
そしてこちら2020年チューリップ賞の傾向でございます。1着はマルターズディオーサ、2着はクラバシドール、3着はレッセンシアでございました。今年は3頭すべて外級仕上げとなっております。そしてこちらチューリップ賞2021年の傾向でございます。1着はメイケール、2着はエリザベスター、3着はスートゥーティーでございました。今年は1着と3着が外級仕上げとなっております。そしてこちらチューリップ賞2022年の傾向でございます。1着はナミオリン、2着はピンハイ、3着はサークルボライフでございました。今年は3頭すべて外級仕上げとなっております。そしてこちらチューリップ賞2023年の傾向でございます。1着はモズメメ、2着はコナコツ、3着はペリファーニアでございました。今年はですね、3着のペリファーニアがノーザンファームテーでの外級仕上げとなっております。チューリップ賞2024年狙うのはということでございますですね、2つのポイントを挙げさせていただきました。まず1つ目、阪神ジュメナイルフィリーズ5着内から外球仕上げ、これはですねめちゃくちゃすごいんですよ。まあ見ていただいてね、こんなにって感じだと思うんですけれども、2018年1着のラッキーライラック、2018年3着のリリーノーブル、2019年1着のダノンファンタジー、2020年1着のマルターズジオサ、2020年1着のクラバシドール、2020年3着のレッセンシア、2021年1着のメイケール、2020年1着のナミール、2020年3着のサークルオブライフという形でございましてですね、めちゃくちゃいます。はい、これねどんな状況かと言いますとですね、2018年から2020年までですね、これ馬券内 60% を独占しているって形でございましてですね、もう半端ないです。はい、でちょっとねこの傾向はね強いかなという感じがします。そしてですね、昨年もねなんですけれども、ちょっと有力馬がねチューリップ賞を使わずにですね、もう外球仕上げでね桜花賞に直行しちゃうよってパターンになりましてですね、ちょっとね手薄になったりするんですよね。まあそういう感じはですね狙っていけるかなという感じがするんですけれども、ちょっとね別のパターンのねステップではですね、このエルフィンステークス組っていうのがですね要注意かなと思います。2019年にはですね7番人気で3着のノーブルスコア、2021年にはですね3番人気2着のエリザベスタワーという感じでございましてですね、ちょっと人気の薄のね馬でもですね構想しているというところがございますよね。この点にはねちょっとね注意していただきたいかなというふうに思っております。ちょっとねステップとしては阪神ジュベナイルフィリーズ、まあ、ある程度ね構想は必要だよというところからですね外球仕上げで成長はあるかなというところ、そして2つ目ですね、こちらエルフィンステークス組、人気薄でもちょっとね注意しておいた方がいいんじゃないかなというステップとなっております。最終的な外球馬データ外球馬に関しましてはですね、出走馬が確定いたしましたらレース前日にランにてお送りさせております。まあね、この成長分っていうのはすごい重要になってきますので、最終追い切りとかもですね確認してですね一緒にライン配信させていただこうと思いますのでね、楽しみにお待ちいただければと思っております。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレースの前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。